心豊かな部屋、エビドンさんのご家族一家。このチャンネルの運営理念、エビドンさんの伝統を大切にしながら新しい歌舞伎に挑戦する3人の活動を心温かい気持ちで応援いたします。日本テレビ系ドキュメンタリー特番、市川海老蔵にござりまするの特別版。本番組は市川海老蔵改め13代目市川團十郎白猿襲名披露、8代目市川新之助初舞台をもって市川團十郎白猿を襲名する市川海老蔵一家に密着した。市川海老蔵にござりまするでは2014年に初回放送されて以降、今年1月には最新作となる第9弾が放送されるなど、海老蔵ファミリーを取材してきた。今回の13代目市川團十郎にござりまするは、これまでの名シーンを再編し、過去に紹介しきれなかった舞台映像や未公開映像などを盛り込むほか、2008年より約14年にわたって日本テレビのカメラが密着した映像を収めたスペシャル版となる。番組は第3話で構成され、第1話では舞踊家市川ぼたんとして活動する麗華さんを軸にした市川ぼたんにござりまする。第2話では11月吉例顔見世大歌舞伎で8代目市川新之助として初舞台を踏む勸玄ちゃんが中心の市川新之助にござりまする。第3話では襲名までの海老蔵の奮闘に迫った市川團十郎にござりまするが配信される。初代14年というのは日本テレビさんと我々との立派な歴史だと思います。麗華が生まれる前から、それに勸玄が生まれた日も撮影してくださっていますし、子供たちの記録を改めてそれぞれにまとめてくださってありがたいです。ファンの方々は、ああそうだった、懐かしいとか、初めて見てくださる方は、ああこうだったのかとか、それぞれの見方でご覧いただけると嬉しいですね。私自身も自分がどういう変化をしてきたかを改めて見るのが楽しみです。子供たちの成長、私の変化をぜひ見ていただきたいです。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。